とかを褒めていただくことはあっても、なかなかねツッコミを褒めていただくことは少ないんですよ。そう、悲しい。なので今回の企画は、あかりの卓越したスキルをね、こうもっともっと知ってもらうためにツッコミ力テストに挑戦したいと思います。それでは早速やってみましょう。ではですね、ルールを説明したいと思います。今から出てくるボケに突っ込んでください。制限時間内なら何回でも突っ込んで OK です。こう最大3つボケが出てきます。すべて同じワードで突っ込めるように作ってあるので、できる限り早く当てましょうとのことらしいです。まあなんか例題が1つあるみたいだから、一緒にみんなやってみましょう。それでは例題スタート。いや昭和か。いや昭和か。いやバブルか。あ、合ってた。やったー。なるほど。みんなこんな感じで3つのボケが来るんだけど、全部その答えは同じになるらしい。それをね、なんかどん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 こう予想しながら当てるって感じです。それでは本番、よーいスタート。レベル1。いや、いいやつか。ジャイアンか。次、レベル2。あ、牛乳飲んで銭湯入る。普通か。なんとか本当すごいなって思った。なんかもう吐きそうだもん。ボケる方が全然楽かもしれない。じゃあそれではですね、弾丸で5問レベル5までバーってやっていったんですけど、果たしてこうレベル1から5までのあのツッコミ明かりは合ってたのでしょうか。正解を見ていきたいと思います。ドン。え、マジで。え、1ジャイアンか。え、やばいやばい。レベル2逆だろ。え、逆だろって言った。言ってた。あ、言ってた。言った言った言った。え、待って、レベル3前澤社長。マジマジでやばっ。で、レベル4見てないやろ。え、見てないやろ。やばっ。レベル5最終回。え、待って、え、全部正解。え、やったー。え、でもさ、なんかさ、あのレベル2のさ、牛乳飲んで銭湯入ろって、あれ普通じゃなかった。なんか、え、あ、そういうこと。あ、そういうことか。逆だろ。あ、そういうことね。あ、そういうことか。あかり牛乳飲んでから銭湯入るかもしれない。そうか、逆なのか。え、これどういうこと。普段は栄養を考えて活動を食べるんですけど、勝負の前日は、あ、そういうことか。カツ丼を食べるべきなのね、勝負の前日は。勝つために。あ、そういうことね。あ、でもこの最後の AKB のことは嫌いでもで、逆かってなった。やばい、全問正解だった。え、嘘でしょ。なんか、いやでもこれさ、これでさ VTuber 界ナンバーワンツッコミとかなんか目指しますとか今こう出されてんだけどさ、いやなんか無理やろ。正直さ、絶対無理と思ってた。1個も無理と思ってた。え、マジでやばくない。え、でもさ、これちょっと
本当は好きなかった。で、どう、みんなどう、みんなどうだった、それが聞きたい。ちょっと簡単すぎたから明かりができたのかもしれないし、なのでちょっとみんなの答えた感じどんなぐらい正解だったかちょっとまたコメント欄で教えてください。いやでもね、なんか難しいって思った。ほんとなんかさ、こうなんだろう、いつもさ、こうなんかテレビ番組とかさ出させていただいた時とかさ、あとさ芸人さんと絡んだ時とかさ、やっぱツッコミが素早いのよ。もうほんとに直球でピューンって飛んでくるから、もう頭の回転がめちゃくちゃ早いんだなと思って、もう感動してしまいました。まあかりはね、もうただただもう5秒以内に答えるだけに必死だったから、ほんとに芸人さんすごいです。というわけでですね、これからも修行を続けて VTuber 化